の火を残さないように飲み込んで手探り前へ進む何が正しいか分かりゃしない。大きな星で小さな熱ケルリは僕にはまだ時間が足りないようでして、殴られて異常な事故の浮いた体に火を浴びて立ち上がれ。広い広い空に雲一つもない、走り出せ色とりだす桜並木とも一つ一つが綺麗で桜出て異常な事態だかいな。あらららららまだまだは少ないけど少しずつでいい、枝を伸ばしてつぼみを増やしたい、ちりで僕を踏ませたい。